はい、ストックインアメリカです。今日作るのはパンプキンスパイスシナモンロール。それでは作っていきましょう。質問や感想はコメント欄でお待ちしています。はじめに計量カップに卵を1つ割り入れ、牛乳を足して 120ml にしておきます。パンケースの中に中力粉または強力粉 250g、 砂糖 20g、塩 4g、 バター 30g、 パンプキンスパイス小さじ1。パンプキンスパイスの材料は概要欄に載せておきます。パンプキンピューレ 80g、 先ほど測っておいた牛乳と卵を入れ、ホームベーカリーにセットします。ドライイースト 3g は所定の位置にセットし、パン生地コースでスタートします。生地を作っている間に8×8 インチの型に少量のバターを塗っておきましょう。フィリングを作ります。小さいボウルの中にブラウンシュガー 80g、 パンプキンスパイス大さじ1、塩小さじ1/4を入れ混ぜます。無塩バター 45g は常温に戻しておき、パンプキンピューレは 80g に量って用意しておきます。次にアイシングを作ります。常温に戻したクリームチーズ 113g、 常温に戻した無塩バター 45g をボウルに入れ、滑らかになるまでヘラで混ぜます。ここへバニラエッセンス小さじ1、粉糖 60g、 牛乳大さじ2を入れ、ダマがなくなるまで混ぜたらクリームチーズアイシングの出来上がり。粉をはたいた台に生地を取り出し、優しく押してガスを抜き、丸め直して生地が乾燥しないように濡れ布巾をかけ20分休ませます。生地を休ませたら 30cm×30cm の大きさに伸ばしましょう。伸ばした生地に巻き終わり1センチ残して、フィリング用に用意しておいたバター 45g を塗り、その上にフィリング用のパンプキンピューレ 80g を塗り広げ、最後に先ほど混ぜておいたブラウンシュガーとスパイスをパンプキンピューレの上に散らします。生地の端からタイトに巻いていきます。巻き終わりをつまんで閉じ、閉じ目を下にしておきます。9等分に切ります。バターを塗った型に並べ、乾燥しないように濡れ布巾をかぶせ、2倍の大きさになるまで、または45分から1時間発酵させます。
発酵が終わったら190度に予熱したオーブンで20分から23分焼きます。焼き上がったら乾いた布巾をロールにかぶせ粗熱を取り、フロスティンを塗ったら出来上がり。秋を感じさせてくれるシナモンロールができました。食べてみたいなって思っていただけたら、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた。